かね、圏央道の五花インターから乗ったんですけど、上が本線で今合流しようとしてるんですけど、まだ合流するところすら行けてないんすよ。なんやろ、完全に止まった。あともう帰るだけやのに。お腹空いてきた。なんやろ、何渋滞。あ、動いた動いた。五花から先はあの渋滞マークついてなかったんですけど、あれ上がってきた、やっと合流です。なんかさっき消防車みたいな止まってるの見えたんですけど、なんなんやろ、火災かな。なんかパトカーとね、消防車止まってるのは見えたんです。あとネクスコの車と。もうちょっとで合流。なんか合流したらその消防車止まってる先から流れてるんで、多分この先でなんかやってるんでしょうね。ファスナー合流ってやつだよね。1台ずつ入れさせてくれるかな。今日もええお天気やわ。あ、なんか止まってる。あ、入れさせてくれた、ありがとう。なになになに、わ、車線塞いでんやん。これ路肩使うんか。路肩が空いてる。路肩開けてくれてる。ほら覆面パトカー。何何何、止められたよ。消防車入れる、あれホール大丈夫。あ、もう処理終わったよね。4台溜まってるね、トレーラーと玉突きわーわーわー、3台の玉突きや。あら、ここにも乗用車いてる。3台、4台、5台、5台絡む事故ですね。現場ここやったらもっと大変なことになってましたね。対面通行やから通行止めになってたかもしれん。まあ、あの前方だけはね、前方不注意は防げるんでね。
平岡ジャンクションです。このまま、鶴ヶ島ジャンクションの方行きます。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、グッドボタンを押してね。あとコメントを待ってるで、あいちゃんでした。バイバイ。